大谷武治のマイウェイラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷武治です。大谷武治のマイウェイラジオ、今夜も始まりました。それでは10分間どうぞお付き合いください。大谷武治のマイウェイラジオ、はい、今日はお客様をお招きしています。大道芸人の風船太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、風船太郎さんといえばですね、風船をいっぱい使った楽しい、ね、バルーンショーや、バルーンマジックを、ね、ご覧になった方も多いかと思いますけども、まあ、そもそも僕風船太郎さんすごく仲良くしていただいておりまして、はい、こちらこそいつもお世話になってま す、はい、実は僕が作った、ね、はい、曲とか BGM でいつも風船太郎さんはパフォーマンスもしてくださってまして、はい、頭も年始もですね、はい、山ちゃんでそうですね、新年会を、はい、はい、もうお酒も飲んでないのに熱く語ってましたけども、はい、まあ、なかなかこういうラジオでね話すっていうのも、風船太郎さんもなかなかないと思います、初めてですごい緊張してます。今日はいろんなお話がね、はい、聞けたら僕も嬉しいなと思いますけども、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そもそも、はい、まず大道芸人になるきっかけとか、はい、なりたいなと思ったきっかけとかっていうのはあるんですか？そうですね、元々学生の頃にジャグリングを趣味でやってたんですね、はい、で、まあ本当に趣味でやってた程度でしたので、はい、卒業したら社会人になって、はい、仕事をしてたんですけど、はい、ある時ふと社長になりたいなとふと思いましてですね、サラリーマンは嫌だと。そうです、なんかこう自分で何かやりたいなと思った時にいろいろ考えて、はい、この趣味のジャグリングでなんとかならないだろうかすごいですね、はい、社長になりたいためにジャグリングを始めたというのが、はい、それが本当のきっかけですね。あ、そこから練習を、はい、そうです、そうです、はい、うん、で、大道芸の道に進んでいって、はい、っていう。なるほど、はい、でも先ほども少しね喋ったんですけども、はい、僕手先が器用じゃないとできないかなと思ったら、ね、そんなことはないんです、はい、実はね、ジャグリング、まあ、お手玉っていうんですけど、はい、これ、自転車に乗れる人だったら、はい、30分の練習で3つできます。本当ですか？できます。僕自転車に乗れますけど練習しましたけど、はい、できなかったですよ、ね。それはねちょっとコツがちょっと分かってなかっただけだと思うんで、はい、僕本当にお教えすれば30分で3つですよ、うん、その代わり、はい、うんうん、3つのボールなら続けてできるようになります。難しい技とかになっちゃうとねまた大変で、はい、ですけども、うん、本当にその3つのボールを順番にお手玉するっていうのでしたらできます。そうですか、はい、じゃあちょっと後で教えてください、はい、ぜひぜひであと僕がすごく気になってたのが、はい、大きい風船に体をポンと入れるじゃないですか、あれをやられたきっかけっていうのはあるんですか？はい、そうですね、大道芸を始めてやっぱり 4,5 年経つと、はい、なんかこう自分だけで特化したものをやりたいなっていうのが元々の考え で、はい、で風船の中、そのショーの中に手品を入れたりとか、うん、いろんな曲芸入れていく中で風船の中に入るっていうのがこれはすごいネタだなと。元々ね結婚式 の余興とかで、はいはい、あるんですね、新郎新婦がバーンと割れて出てきたっていう、はい、はい、それの風船を使おうと思ったんです。ただですね、風船1個10万するんです。そんなにするんですか？はい、なのでちょっとなんとかなんとか自分でやれるようにっていうことでいろいろ探し研究して、あ、今のじゃあ風船も風船太郎さん用の特別な、また特注ですね。はい、なるほどなるほど、風船の中に入ってる方もねよくショーで見ますので、そうですね、ぜひ入りたい方は風船太郎さんのショーの時にはいとね手挙げると入れますから、そうですね、はい、はい、そして先ほどもね言ってましたけども、はい、風船太郎さんといえば僕がね BGM とか曲も作ってまして、その曲でいつもねパフォーマンスをしてくださってますので、はい、その曲をねお届けしたいなと思います。はい、素晴らしい曲です。はい、それでは聴いてください。大谷武治で風船の国の太郎ちゃん。毎日毎日クックック、風船の国
りしましたのは大谷竹春で風船の国の太郎ちゃんでした。この曲はね、もともと風船太郎さんと出会いまして、なんかこうお子様でもね楽しくこう踊れるような、ね、歌作れませんかってことで僕もね依頼をいただきまして、はい、で全部アレンジもね全部自分でやってるんですけども、最初は仮歌で僕もね僕が軽く歌って、でこんな曲どうですかって言って歌う人は別の、ね、予定だったんですけども、風船太郎さんが大谷さんの曲声いいってことで、はい、もう最高です、ね、撮りましたので、はい、ぜひぜひこの曲もねパフォーマンスの時に流れてますので聴いてみてください。大谷竹春のマイウェイラジオ、はい、今日は風船太郎さんをお招きしてお送りしていますけども、風船太郎さんイベントがあります、はい、3月4日の日曜日、はい、岐阜県揖斐郡池田町の、池田温泉の隣の道の駅、はい、はい、道の駅ですね、こちらで、はい、パフォーマンスのねショーがあります、はい、時間はお昼の12時からと、午後2時からの2回、はい、2回です、はい、こちら観覧無料ということでね、はい、そうですね、はい、こちらはどういったパフォーマンスに、そうですね、まあ、小さいお子さんからご年配の方々まで、はい、もう皆さんに楽しんでいただけるような秘密のパフォーマンスでございます、はい、ありますか、はい、じゃあもう本当に皆さんが楽しめる、そうですね、僕も風船に入りますし、お客様にも入っていただこうという、はい、もうそれもう僕もね本当に入りたいんですよね、そうですよ ね、 ね、ぜひ入っていただきたい、今度入りたいので、風船に入りたい方は、はい、3月4日に、ね、ぜひ池田温泉の隣の道の駅に行ってみてください、はい、はい、そして番組ではあなたから大谷竹春へメッセージや番組の感想も募集しています。メールは竹@都会ラディオ.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、はがきは郵便番号 461-8503、 東海ラジオ、いずれも大谷竹春のマイウェイラジオまでお送りください。もう一度ね、先ほどの日にちを、告知しますね、3月4日の日曜日、岐阜県揖斐郡池田町、池田温泉の隣の道の駅、時間はお昼12時から午後、お昼12時と午後2時からの2回です、はい、ですね、でね、一つ忘れてました、はい、素敵なプレゼントを用意してます、はい、プレゼント、はい、太郎ちゃんのサンバイザーっていうのが最近できまして、これをねプレゼントしたいと思うんですが、ただ大谷さんのラジオを聞いたよって、はい、こっそり教えてくれた人にはプレゼントしたいと思います。レアじゃないですか、はい、じゃあ僕のラジオを聞いたと3月4日に池田温泉のね横の道の駅で行ってもらったら、はい、そのプレゼントがもらえます、はい、はい、じゃあぜひぜひね、こちらも皆さんゲットしてください、はい、お願いします、はい、マイウェイラジオ来週もぜひ聞いてください。それではシンガーソングライター大谷竹春と風船太郎でした。バイバーイ。そうな花に注ぐ水のようにその涙が輝く自分育てるんだ。人のことを悪く言って